こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、充電池パラサガンクリアラメバージョン付き恐竜チャーと遊ぼうです。今回もこの付録の充電池を目当てにこの本を買いました。この恐竜グリーンのクリアラメの時もそうでしたけど、本の内容は全然知らないです。ただとにかくこのパラサガンのクリアラメバージョンが欲しかったんで、早速中身を確認していきたいと思います。ではまずはこの恐竜チャーと遊ぼうという本から見ていきます。ちなみにこれは充電池付きで980円しました。高いですよね。本はこんなにペラペラなんですよね。では毎度のごとく本の内容は見せられませんので、僕は読みながら解説します。開けるといきなり全種類の充電池の説明が書いてあります。なんでブラギガスとかプレズオンとかも書いてあります。おお、この辺は情報早いですね。変身後の恐竜者の説明とか、あとは恐竜人の変形合体ラインナップですね。最初の恐竜人から雷電恐竜人くらいまで書いてありますね。僕の好きなプテライデンオアンキとも載ってます。スゴロク的なものがあったりとか、あとヒーロークイズですね。いろんなヒーローの顔が載ってて、その中から恐竜ジャーを見つけろみたいな網だくじもあります。あとは少しだけダイソーデラックスの説明も書いてあります。確かに恐竜ジャーと遊ぼうっていうだけあって、恐竜ジャーでいろいろとクイズとか、スゴロクとかで遊べるようになってるんですけど、中はそれでもぼちぼち充実してますね。ではいよいよメインの充電池パラサガンのクリアラメバージョンを開封してみたいと思います。では出しますよ。お、入ってる感じは今までのクリアラメと一緒ですね。ではビニールから出します。充電池ザクトルクリアラメバージョンです。このクリアラメバージョンのこのクリアの部分はどの種類もグレーっぽいラメのクリアなので、パラサガンのブラック合いますね。今までの3本の中で一番この統一感があるかもしれないです。裏を向けるとパラサガンって書いてあります。そして相変わらずボタンスイッチは押しやすいです。ノーマルのパラサガンの充電池と比べるとこんな感じです。相変わらずこのクリアの部分以外は変更点はなさそうです。そしてこれが僕の持ってるクリアラメバージョンの充電池の全てです。おそらく普通に手に入るクリアラメの充電池はこれで全種類ですよね。充電池チョコの当たりが出るともらえるクリアラメバージョンが1、3、5ですから、この3本があるとウッチ以外の7番までの充電池のクリアラメバージョンが揃うってことですよね。そして恒例ですが、このパラサガンの充電池のクリアラメバージョンを音声確認してみます。音声は普通のパラサガンと変わりません。ただクリアラメです。ガブリボルバーにも入れてみます。音声はいつも通りです。しかしクリアラメです。パラサガンの充電池ですからパラサガンに入れます。からのクリアラメです。そしてこのモバックルに入っているのはもちろん全てクリアラメです。はい、というわけで充電池パラサガンのクリアラメバージョンを紹介しました。クリアラメバージョンも何番まで出るかわからないんですけど、今後も出る限りは集めていきたいと思います。以上、恐竜ジャーと遊ぼうについてくる充電池パラサガンクリアラメバージョンの紹介でした。